容赦しませんよ。参ります。私の番ね。最新の出来だ。それでは。力がみなぎる。はっ、我が輩の番だな。まだまだいけるな。それでは。私の番です。やー、どうするか。どうするの。やっていくわよ。大丈夫ですか？
ありがとう。行くか。受けてみろ。大したことないな。さて、はい。次は誰かしら。もうすっかり慣れたもんだな。フォッソ、フォッソじゃないか。探している人には会えたのか。それはもういい。フォッソは諦めた。諦めた。恩人に指輪を渡すんじゃなかったのか。指輪、そうだ。この指輪、お前にやる。何を言っているんだ。恩人にもう一度会うのではなかったのですか。会いたい、フォッソ。もう一度あの人間に会いたい。会ってお礼言いたい。それなら旅を続けたらいいじゃないか。それをどうして。でもダメ、フォッソは会いに行けない。フォッソ、旅の料理人の話を聞いてここまで来たけど、フォッソは村に入れてもらえない。みんなフォッソを怖がる。フォッソを追い払おうとする。仕方ない。あなたはそれでいいのですか。フォッソ、たくさん頑張った。でも人間分かってくれない。人間、フォッソを見ていつも逃げる。フォッソ、それは嫌だ。人間が怖がる姿見たくない。フォッソは、だからもう村には近づかない。指輪はお前たちにやる。このままじゃフォッソがかわいそうだわ。私たちがそのミッチェルという料理人を探してあげない。フォッソを友達と言ったミッチェルさんならきっと分かってくれるはずよ。そりゃ大変だね、グラン村長。グリンさんは大丈夫なのかい。ありがとう、皆さん。弟のことで心配かけて申し訳ない。私はこれから月夜草を取りに行ってきます。それさえあればグリンの目を覚ますことができるはず。だったら私らで取ってこようじゃないか。いつも世話になってる村長への恩返しだ。いや、月夜草が生えている場所には魔物がいます。そのような危険な場所に皆さんを行かせるわけにはいきませんよ。いや、だからといって。どうしたんだ。これはこれは旅のお方、エンデルの村へようこそ。何か困ったことでも。
村長の双子の弟のグリンさんがもう一週間も目を覚まさないんだよ。病気か何かなの？先日弟の妻が亡くなりまして、それ以来弟はすっかり落ち込んでしまい、夢でもいいから妻に会いたいというもので夢見薬を渡したのです。夢見薬、聞いたことがあります。強く思っている人の夢が見られる薬でしたね。しかし薬を飲んだ後もう一週間も眠り続けています。このままでは。それでその月予想があればなんとかなるのか？ええ、夢見薬の調合に必要なのです。そしてグリンの近くで夢見薬を服用すれば彼の見ている夢へと入ることができる。夢の中に入るとは驚きだ。そんなことができるのか？私にはこれがありますから。アスタリスクじゃないの？あなたたちもアスタリスクをご存知とは。ああ、俺たちも持っているんだ。おお、そうでしたか。しかしこの力は滅多に使わない方が良い、そう思ってはいたんですが。事情は分かった。俺たちが月予想を取ってこよう。しかし森には魔物が出ます。旅のお方に危険な真似をさせるわけには。魔物の相手なら慣れている、心配いらないさ。ありがとうございます。では私は家で調合の準備をしましょう。よろしくお願いいたします。あんたはもしかして料理人のミッチェルか？はい、そうですが、何かご用ですか？この指輪に見覚えはあるか？これは私がなくした指輪。よかった、あんたがフォッソの言っていた旅の料理人なんだな。フォッソと会ったのですね。彼は元気でやっていますか？実はフォッサがこの近くに。ああ、だが村の中には入れなかったみたいだ。でしょうね、魔物が村に入れてもらえるはずはない。以前会った時も彼は私の旅についてきたがりました。しかし私は止めたのです。人間社会に魔物がやってくれば辛い目に遭うのは分かっていましたから。先入観を捨てることはたやすくできるものではありません。彼がたとえ良い魔物だとしても、魔物というだけで排斥されてしまうものです。そうですね、世の中簡単にはいかないものです。ですが幸い私はあなた方に会え、フォッソが来ていることを知りました。私の方から彼に会いに行きます。あいつに会ってくれるのか？もちろんです、行きましょう。それでは、
丈夫大丈夫。また少し成長しました。参ります。さて、これで決める。我が輩の番だな。順調順調。私の番です。できた。それでは。いけるぞ。いけるぞ。いけるぞ。次は誰かしら。それでは。行きます。行きます。俺の番だ。受けてみろ。これは我が輩の力だ。私の番です。これで決める。大事だ。それでは。まだまだ。これ式のことだ。どうするの？体を温めるにはいい運動になったな。実力のうちだ。何だよ。
先手を取ったぞ。参ります。さて。行くぞ。どうするの？どうするか。
わね。今のうちです。私の番です。やりました。俺の番だ。我が輩の番だな。それでは。だいぶ戦闘にも慣れてるんだな。
容赦しませんよ。それでは私の番ね。我が輩の番だな。まだまだやりました。こんなものかしら。必勝です。それでは歩みを止める気はありません。チャンスだ。行くぞ。こいつでどうだ。手応えありです。よし、やるか。運も実力のうち。最終の敵だ。それでは。ここまでです。なんと。大した。参ります。治療します。さて。大丈夫です。ありがとう。さて。治療します。ところで、よくも、こいつを使うよ。まだまだこれからです。大丈夫か。これを使え。助かります。諦めるわけには。ごめんね、磨きくじゃない。これ好きなことで我が輩の番だな。これが我が輩の力だ。順調順調。ライブ戦闘にも慣れてきたな。それでは手応えありでするの。
私の番です。それでは。そこまでです。もうすっかり慣れたもんだな。勝利だ。実に興味深いな。チャンスだ。さて、覚悟しろ。これで決める。温めるにはいい運動になったな。治療します。さて、私の番です。
参ります。平気だ。私の番です。大丈夫ですか。どうするか。私の番ね。
治療します。危ないところだった。さて、治療します。慣れたもんだな。
いけるぞ。行くぞ。参ります。はあ、どうするの。うまくいった。次は誰かしら。どうする。運も実力のうちだ。大丈夫、任せてごめんね。それでは、はあ、私の番です。いや、大変だわ。大丈夫ですよ、任せてごめんね。俺の番だ。受けてみろ。こいつでどうだ。寒くない、寒くない。必勝です。やこれで決める。私の番ね。やや、我が輩の番だな。これが我が輩の力だ。順調参ります。それでは、かすり傷です。どうするか。こいつで飛ばす。もうすっかり慣れたもんだな。先手を取ったぞ。参ります。今のうちです。やあ、さて、こっちでどうだ。よし、やるか。これはまずいな。はあ、来ましたね。さて、悪く思わないでよね。さて、ここまでです。強くなったか。寒っ。Thank you.
先手を取ったぞ。行くわよ。やった。邁進の時だ。邁進の時だわ。手応えありです。行くか。これでどうだ。それでは大丈夫ですか。これが我が輩の力だ。参ります。まだまだ。やーっやーっ、ここまでです。寒くない寒くない。今のうちです。キャー、行くわよ。やったー。悪く思わないで。俺の番だ。これで決めるんだ。よし、やるか。まだまだ。寒くない寒くない。参ります。どうするか。よし、やるか。私の番です。参ります。やあ！この程度。平気だ。これで決めるべきだ。私の番です。はい。さて。やあ！どうやら。大丈夫大丈夫。先手を取ったぞ。行くわよ。俺の番だ。こいつでどうだ。行きましょう。さあ、我が輩の番だな。私の番です。やりました。どうするか。これで決める。受けてみろ。行くわよ。最近の動画は悪いと思わないでね。みんな、怪我はないか。
手必勝です。私の番です。体を温めるにはいい運動になったな。今のうちです。さて、いや、俺の番だ。受けてみろ。それでは、ここまでです。私の番ね。だってのことね。うまく私の番です。さて参ります。全力です。やーっはーっ。さて、これでどうだ。さあ進みましょう。私の番です。良い感じです。どうするか。余裕でしたね。
茶任せてごめんね。まだまだ。やったな。さて大丈夫です。楽になったわ。我が輩の番だな。さあ行くぞ。まずいです。治療します。さあ次は誰かしら。歩みを止める気はありません。先手必勝です。それではいや、ありがとうね。さて悪く思わないでよ。もうすっかり慣れたもんだな。今のうちです。はあ、行くわよ。行くか。余裕ね。チャンスだ。はあ、行くわよ。なるとならんでいい。俺の番だ。これで決めるし。さて。大したことありません。私の番です。治療しまに苦手じゃない。参ります。気を抜いてはいけません。しっかり慣れたもんだな。
私の番です。行けます。みんな気をつけろ。参ります。大したことないわ。こっちでどうだ。これで決める。かすり傷をするの。やっちゃってんの。ここに次は誰かしら。どうぞ。私の番です。よし、さて、良い感じです。それでは参ります。まだまだ気を抜いてはいけません。寒くない、寒くない。先手を取ったぞ。私の番です。行くか。受けてみろ。覚悟しろ。それでは大した。参ります。それでは治療します。ありがとうね。さて、ここまでです。あら、私のこと甘く見てた。歩みを止める気はありません。次は何ができるのかしら。それでは、諦めるわけには。大丈夫ですか。平気だ。治療します。それでは、まさか。
私の番です。やー参ります。やーここまでやりました。寒くない寒くない。それでは、俺の番だ。受けていろ。問題ありません。大したことないわ。どうするの？私の番ね。次は何だって。私の番です。内部戦闘にも慣れてきたか。俺の番だ。大丈夫大丈夫。また少し成長しました。
行くか。これで決めます。どうするの。グランさん、月夜草を取ってきた。これで大丈夫かな。間違いありません。月夜草です。ありがとうございます。これでグリーンを助けられます。なんだか苦しそうですね。眠ってからずっとこうなのです。悪い夢でも見ているのかと思うと。ちょっとそこで待っていてください。すぐに夢見薬を調合してきます。お待たせしました。こちらが夢見薬になります。ついでと言ってはなんですが、もう一つだけ頼みがあるのです。何でしょう。私はこれからグリーンの夢へと入ります。その間、私と弟の体を見ていていただきたいのです。ひょっとしてグランさんまで夢から戻ってこられなくなるなんてことは。その可能性もあります。ですがここで弟を見捨てることはできません。この村の人たちはどうするのですか。あなたはここの長なのでしょう。私がいなくても村人たちは大丈夫です。心配はしておりません。しかし村の人たちはあんたを必要としているようだぞ。もしよかったら俺たちに任せてもらえないか。夢見薬を調合できるグランさんが残った方がいい。しかし。大丈夫。俺たちのことなら心配はいらない。厄介事には慣れているんだ。必ず弟さんを連れて戻ってくる。待っていてくれ。これがグリンさんの夢の中か。アンナが。やはり亡くなった奥さんのことで何かあったようだな。どうかしましたか。
アンナが、私の妻がさらわれてしまった。さらわれた？一体誰に？わからない。いきなりアンナをさらって山奥へ。アンナを放ってはおけない。助けに行かないと。あ、ちょっと、もしかしてこのせいで目を覚まさないのか。どうやらそうみたいね。しかし夢は心の中に描いた思いの表れというぞ。最愛の妻をさらうような思いというのは何だ。わかりません。確かめに行きましょう。さて、やりますか。最新の出来だね。次は誰か。全身全霊をかけますか。逆転です。さて、これで決める。さあ、覚悟なさい。いや、しかない。全身全霊をかけます。大丈夫ですか。まだまださあ、覚悟なさい。治療します。全身全霊をかけます。いや、したまえ。この程度。どうする。治療します。どうするの。やっていくわよ。悪くないわよね。受けてみろ。さあ進みましょう。新しい力。実に興味深いな。
援ありです。興味深いな。気をつけろ。俺たちの勝利だ。いい感じだ。アンナは私のものだ。グランさん、弟の妻をさらうなんて人物には見えなかったがな。ここグリンさんの夢でしょ。グリンさんの心の中のグランさんなんじゃ。だとするとグリンさんは自分の兄が妻をさらうと思っていたのか。アンナは私のものだ。誰にも渡さん。兄さん、やっぱりあんたはアンナのことを。グランさん、あなたは弟を助けたいと願っていたはずだ。貴様らもアンナを連れ戻しに来たか。アンナは私と結ばれた方が幸せなんだ。勇者よ、姫は魔王の手に落ちた。諦めるがいい。勇者、魔王、グランさんは何を言っているんだ。私にもさっぱり。さすがは夢の中、理屈は通じんか。笑っている場合じゃないでしょう。姫は誰にも渡さんぞ。アンナと結ばれるのは
この私こそがふさわしかった。グリーンのような不甲斐ない弟にアンナを任せられるか。さてはお前たちもアンナを奪うつもりだな。ならば容赦せん。行くわよ。全身全霊をかけます。今です。行くか。どうするか。大光よ、鳴り響け。覚悟なさい。俺の番だ。覚悟しろ。行くぞ。さあ、これだけ。全身全霊をかけます。行きます。この芸術が理解できないなんて。少々おてんばが過ぎました。我が輩の番だな。渦巻く魔力、渦巻弱点か。破壊の力となれ。これで参ります。そんな、よし、やるか。さあ、いけるじゃないか。私の番です。やっ、大丈夫です。分かったわ。楽になってどうするの。弱点はここね。治療します。大丈夫ですか。危ないところだった。私の番に。ガスリブス。俺の番だ。行くぞ。まだまだ。どうするの。こうやって撃っていくか。覚悟しろ。大したことありません。こいつを使え。それでは、これで。はい、決まった。これを使って、こうやって、これを使って。さて。これで決める。参ります。
治療しないにがつくじゃない。手間かけてごめんね。我が輩の本気、痛いか。さあ、刮目せよ。たまには全力を出すか。実力、実力。どうするか。受けてみろ。よっ。さて。治療します。癒したまえ。大丈夫ですか。私の番。傷が癒えていく。こうやってさてこれで決める。どうするの。治療します。傷が俺の番だ。これで決める。この剣は使うか。王位なる癒しの力よ。なんと。なんとなんだ。覚悟しろ。参ります。傷が癒えていく。こうやって。こちらを。俺の番だ。これで決める。焦らずに。傷が癒えていく。花のごとく散れ。次だ。
やって、これを使って。それでは、できた。こいつを使うか。たまには全力を出すか。ざっとこんなものだ。やったわね。やった、いくわよ。やった、大したことないか。平気だ、これで決める。いそお仕置きが必要ね。やったよ。大丈夫？負けてしまうとは情けない。
んな。さあ、覚悟なさい。治療しなくちゃない。行くわよ。はい。ああ大丈夫か？私こそふさわしいとね。だからこそ私はこうして形になったのだ。さあ勇者よ、魔王である私を倒して姫を救ってみせろ。さもなくば姫は私のものとなろう。
なんと。様子を見るとするか。大したことないな。大したことない。そう使うか。ママに。こいつでどうだ。許しません。治療します。汚名返上と行こう。どうするか。こいつを喰らえ。大丈夫ですか。いや、ただ。手間をかけたな。許しません。
こいつを使え。やっていくわよ。弾みかける。ここは俺が。花のごとく散れ。我が輩の番だな。様子を見るとするか。覚悟しろ。それでは。さて。歌います。よし、やるか。ここは守りの一手だ。するか。根源の力を詰まっちゃってる。天へ至れ。いや、助かった。手間かけてごめんね。私の番ね。やっ、こいつでどうだ。我が輩の番だな。うまく割り振り切れ。破壊の力必ず勝つ。それだけな。よくぞ魔王を倒した。兄さん、やれやれ、まったく世話の焼ける弟だ。お前は姫に選ばれた勇者じゃないか。なのに疑ってどうするんだ。え？そうよ、グリン。あなたは勇者でしょ。私が愛しているのはあなただけ。私はいつでもあなたのそばにいるわ。し、
しかし。しょうがない勇者様ね。勇者なら最後まで魔王と戦いなさい。魔王？兄さんのことか？ははははは、待っているぞ勇者よ。アンナ、兄さん。グリーンさん、もう目を覚ましてもいいんじゃないか。そうだな。いつまでも逃げているわけにはいかないな。お、目を覚ましましたか。それにグリンも。おはよう兄さん。グリン、アンナには会えたのかい。ああ、兄さんのおかげで会うことができたよ。それで兄さんと戦えってアンナに怒られた。私と？ずっと心残りがあったんだ。兄さんはアンナが好きなのに私のために譲ってくれたんじゃないか。アンナも本当は兄さんのことが好きだったんじゃないかと。やれやれ、我が弟ながら仕方のないやつだな。ちょっと待っていろ。これを読むんだグリン。これはアンナからの手紙。ごめんなさいグラン、私はあなたの思いには応えられません。私はグリンが好きだから、ごめんなさい。アンナに送った恋文の返事だよ。振られたんだ私は。アンナがグリンを選んだのなら仕方ない。諦めるし二人を応援をする。だが譲った覚えはない。兄さん、お互い好き合って一緒になったんじゃないか。だったらアンナをちゃんと信じろ。子供の頃を思い出すよ。私が魔王役、アンナが姫役、お前はいつも勇者役だった。夢の中で勇者とか姫とか言ってたのは子供の頃の記憶だったのか。弟が勇者役だとアンナが喜ぶもので、そのせいでいつも私が魔王役だったんですよ兄さん。ありし日の思い出か。なんとも甘酸っぱい話じゃないか。思い出話を邪魔するのも悪いかな。俺たちは引き上げようじゃないか。ええ、そうしましょう。なあ、ちょっと待ってください。あなたたちには世話になりました。おかげで弟も目を覚ましました。これを持って行ってください。いいんですかグランさん。ええ、構いません。あなたたちの方が役に立ててくれそうです。またこの村の近くまで来た時はぜひ立ち寄ってください。はい、ありがとうございます。さて行こうか。どうしたグローリア。いえ、一つだけ気になることが。夢の中のアンナさんはグリンさんの思いが形になったもののはず。うん、そのはずだ。アンナさん本人ではなく記憶の現れだからな。ではグランさんと戦えとなぜ言ったのでしょう。グリンさんがそれを望んでいたとは思えません。だからこそ夢の中に逃避したのでは。そういえばそうだな。ねえねえ、
もしかしたら本物のアンナさんだったってことない？いや、そいつはどうだろうな。グリーンさんが察していた可能性は十分あるだろう。まったくもう夢がないんだから。確実な答えはないなら、信じられる方を信じればよかろう。その通りですね。ありがとう。フォッサ、お前はミッチェル、ミッチェルだな。
フォッソに、フォッソに会いに来てくれたのか。言っただろう、私たちは友達だ。友達が近くに来ていると聞いたら会いに来るのは当たり前じゃないか。おお、ミッチェル、ミッチェル指輪を届けようとしてくれたそうだね。金ピカ、指輪、忘れ物、フォッソ、それを届ける。そしてお礼が言いたかった。お前に会いたかった。確かにあの時料理をするために外した指輪だ。わざわざ届けてくれてありがとう、フォッソ。よけろ、ミッチェル。怪我はないか。私は大丈夫です。しかしフォッソが岩の下敷きに。なんだって。おい、フォッソ、大丈夫か。フォッソの声だ。大丈夫。フォッソは生きているけど、下からではこの岩をどける無理。わかった、今助けてやる。助けてやるってどうやって。こんな大岩、私たちの力だけじゃ。今までのことを思い出せ。集中して岩を壊すんだ。お前ならできる。ありがとう、助かった。岩と岩の間にうまくはまり込んだ。運が良かった。私が手当てをしよう。さあホスト、歩けるかい。一緒にエンデルの村へ行こう。そこでゆっくり休もう。けどミッチェル、フォッソは人間に。大丈夫だ、私がついている。私が必ずみんなを説得してみせる。ホッソは私の味を理解してくれるかけがえのない友だ。今度あのシュニッツェルの作り方をお前にも教えてあげよう。本当か、フォッソ料理も覚える。ありがとう、お前のおかげ。フォッソ、恩人に会えた。人間と仲良くなってゆく勇気も取り戻せた。全部全部お前のおかげ。別に大したことはしていないさ。お前が勇気を出して旅に出たことが結果につながったんだ、ミッチェルさん。それじゃあフォッソをよろしく頼むよ。ああ、本当にありがとう。君たちも気をつけて、良き旅を。あの様子なら大丈夫のようね。ミッチェルさんがついている、心配はいらないだろう。ええ、あの二人ならエンデルの村の人々を説得できる。私もそう思います。Thank you.